ラストが確実に上手くなる方法が知りたい、仕事や学校で時間がないけれどイラストが上手くなりたいという人は多いのではないでしょうか。皆さんこんにちは、モップです。今回はイラスト1時間上達法ということで、僕が実際に実践して効果のあった練習法について話をしていこうと思います。詳しくは後ほど話をしますが、今回の方法を実践できれば画力が上がるだけでなく、イラストが続かないという人や早く上手くなりたいと焦ってしまう人の悩みも解決するのではないかと思います。ちなみに今回の内容は割と初心者向けの内容なので、すでに上手い人はコメント欄におすすめの上達法を残していってください。それでは今回の動画の目次です。 1. 1時間上達法、 2. 早く上手くなるのは損、 3. イラストが続かない人へです。ちなみに僕は小中高イラスト芸術全く興味なし、イラストの練習を始めたのは20歳頃で、当時の画力はこのくらいでした。最近のイラストはこんな感じです。早速本題に入っていきます。 1. 1時間上達法。今回の動画は1年ほど前に公開した50分で上手くなる13の方法という動画のある意味続編になります。こちらの動画では13のポイントを意識して描くだけでイラストが一気に上手くなるという方法について話をしました。動画が50分にもわたるので50分上達法ということになってます。最初はこちらの動画のパワーアップ版を作ろうかと思っていたのですが、内容を見返してみたら編集の質は低いですが結構いいことを言っていたので、今回はリメイクではなく続編として作成することにします。ちなみにこちらの動画ではイラストが上手くなるのには知識と経験が必要という話をしましたが、今はそれにプラスして思考が必要だと思っています。前回は50分話を聞いているだけで上手くなる知識について話をしましたが、今回は経験について話をしていこうと思います。今回の1時間上達法を使えば期間はかかりますが、これくらいの画力だったものがこれくらいは描けるようになると思います。ただし、このイラストをこれ以上のイラストにするには、先ほど話をした思考のプロセスが必要になります。段階的に上達していきましょう。それでは早速ですが、1時間上達法のやり方を紹介します。今回の1時間上達法ですが、絵の基礎体力をつけることを目的としています。なぜなら、知識があってもそれを活かすことができないからです。例えば、色トレスをすれば線画が馴染むとか、目の描き込みは多めにやるなど、知っていてもなかなかできないことが多いですよね。そこでイラストの基礎体力、経験を積む必要があります。その方法としては1日1時間、時間制限があるインプットを行うということです。例えば模写であれば1時間以内に模写を行う、1時間未満で終わりそうな場合はもっとよくできないか1時間しっかり探して改善し、1時間以上かかってしまいそうな場合は1時間でできるだけ見栄えを良くするということです。クロッキーであれば1時間の間に30秒ドローイングを120体描くなどです。そして1日の間の残りの時間でアウトプット、つまり自分のイラスト制作などを行うという方法になります。これじゃあ聞いていた話と違う、1時間でうまくならないじゃないかと思われたかもしれませんが、本当に1時間だけで上達する方法は前回出した動画のような知識しかありません。今回の方法は1日1時間で確実な経験を積んでいくという方法になります。そして知識は後からいくらでも仕入れることができますし、後からの方が良質な知識が提供されますが、経験はいきなり積むことができません。まずはしっかり経験を積んでいきましょう。具体的な例を紹介します。例えばインプットで模写を選んだとしたら、模写を毎日1時間、1週間で7日間です。平日は仕事や学校があるという場合、土日にも1時間インプットを行い、その後に5時間ほどイラストを描きます。そうすると1週間でインプット7時間、アウトプットを10時間ほど行ったことになります。仮に作品作りこそが最高の上達法であると言って1週間ずっと1枚のイラストを描いていたとしましょう。その場合得がいくものができず結局ボツになってしまうことがあります。それに対し1時間インプットを行い、残りの時間で作品作りを行ったとすれば、模写が7枚、作品がうまくいけば1枚完成します。うまくなっているのかわからない1枚のイラストを描くよりも確実な成長ができる7枚の方がいいですよね、ということです。この1時間上達法で一番重要なのは習慣化を行うことです。もう皆さん耳にタコができるくらい習慣化の話は聞いたことがあると思うので詳細は省きますが、ロンドン大学の研究によると習慣化には18日から254日かかり、平均は66日だったということです。
つまりそれくらいの日数、1時間上達法を続けて絵を描く習慣を身につけることが一番重要ということです。さらに大げさなことを言ってしまえば、絵を描くの部分を取ってしまっても OK です。習慣化には本当に大きい力があるので、習慣化する習慣が身につけば仕事や勉強でも役に立ちます。1時間上達法の他のメリットとしては、確実な経験が積めるということ、自分の今日の調子がわかるということ、クリスタやフォトショップの新しい筆を試す機会になるということです。ちなみに週に6日間書いて1日休みを作ろうという方がいるかもしれませんが、1日や2日休んでしまうと逆に継続が難しくなるので、あまりお勧めできません。休みがあると休みの日に次の日はやらないとというマイナスな気持ちになってしまいますが、毎日書いていれば、さあ今日もやるかという感じで淡々と続けることができます。ちなみに僕の場合は、1泊2日の旅行に行く場合なども朝出かける前にインプットを行い、2日目帰ってきて深夜に1時間インプットで書くといったことを行っていました。今考えると、さすがに旅行中や高熱が出ている時は休んでもよかったかなと思います。ここまでインプットという曖昧な表現で話を進めてきましたが、ここでインプットの注意点をお伝えしておきます。まず、模写をする場合ですが、ただ書き写しをするだけでは意味がないという意見が結構あります。これに対してですが、基礎体力と習慣化することが優先だと私は考えています。なので、楽しく書けているのであれば書き写しでも OK だと思います。ただ模写に関しては、1時間で完成させるという制限をつければ、自然と集中して観察する力が身につきますし、クロッキーであれば30秒ドローイングを120体やるなどすれば集中して描くことができると思います。模写は上手いけど自分のイラストが描けないという人は、模写1枚に何十時間もかけていたり、逆に模写がうまくいきませんという人に見せてもらうと、模写なんで10分で描きましたという人もいます。適切な時間設定を行い、集中することが重要です。また、模写は嫌いなのですがどうすればよいですかという方も多いと思います。そういう方は無理に模写をする必要はないと思いますが、模写が嫌いな、楽しくない理由次第では改善できるかもしれません。模写が嫌いな人にはパターンが2つあって、1つはうまく描けないからということ。2つ目は自分の作品にならないからだと思います。この2つ目の、模写はしっかりできるけれど自分の作品にならないから嫌だというレベルの人は、他のインプットを行うと良いと思います。ただ例えば、うまく描けないからとか、うまく描けないし自分の作品にもならないからという方の場合は、オリジナルの方が模写より圧倒的に難しいということを覚えておきましょう。見て描けないものはイラストにすることができません。見たものをそのまま描けるように、まずは簡単なグリッド模写などから始めてみましょう。模写の方法はアニメ私塾室井先生の本や他のイラスト教本などにも書いてあります。また僕が以前に出した動画、正しく模写できているかでは、模写ができるようになるのに実際どれくらいかかるのかや、模写を続けてもイラストは上手くならないでは、どのように模写をすれば効果的なのか紹介しています。2、早く上手くなるのは損。ここまで聞いてくださった方の中には、1時間上達法では上達に時間がかかってしまうではないかと感じた方がいるかと思います。もちろん1時間上達法にプラスしてたくさんイラストを描けば、その分成長速度が増していきます。ただ、がむしゃらに描き始める前に一旦考えてほしいのですが、自分が何歳まで絵を描き続けたいかということです。前提として、早く上手くなるのは偉いことではないということを知っておきましょう。例えば一つのものだけを描き続けて、そのものを描かせたら素晴らしいけれど、他のものは点で描けないという人がいるとします。そのものを描いて実力以上にフォロワーが増えてしまうと、フォロワーからの期待が高まって、ますます同じものばかり描き続けることになり、新しいことにも挑戦しづらくなります。逆に、遠回りでもしっかりいろいろなものを身につけてきた絵描きであれば、知名度がついてきてもいろいろなイラストを描くことができますし、新しいことを身につける能力も身についています。これは僕自身が最初はネタ系の絵描きだったこともあり、自分の実力以上にフォロワーさんがいて苦しんだこともありますし、10年前に人気だったプロのイラストレーターを見てみると、10年前と変わらないイラストを描いていて、昔からのファンによって何とか支えられている状況というのを見ることもあります。例えば、ツイッターのフォロワーが何十万人とかいる、昔めちゃくちゃ人気だった絵描きさんのライブ配信に十数名しか視聴者がいないのを見たりすると、しっかり画力をつけてから人気になること、常に勉強し続けることが大事なんだと実感します。3、イラストが続かない人へ。それでは最後に、イラストが続かない人に向けて話をしていきたいと思います。おそらくですが、イラストが続かない人は、イラストを描き始めて半年以下の方だと思います。もしくはトータルで半年間もイラストを描いていない人でしょう。僕のチャンネルの視聴者さんを見ていると、イラストを描き始めて半年以下の方も多いのですが、そういう方は数ヶ月でツイッターの更新が止まってしまうこともあります。逆に、半年以上描いている人は、すでにイラストの沼に浸かっていて、またはしっかり習慣化ができていて、僕が何も言わなくても描き続けているかと思います。イラストを描き始めて、
半年以内で辞めてしまう場合、次のような理由が考えられます。1、何をすればいいのかわからない。2、思ったよりもうまくならない。3、思ったよりも楽しくない。今回の動画を見てもらって、1の何をすればいいのかわからないという問題は解消されると思います。仮に純粋に書くのが楽しいからまだ上達法はいいやという人は伸び悩んでから実践してみてください。また2のように思ったよりもうまくならなくて気持ちばかり焦ってしまうという人にはこちらの動画がおすすめです。3のように思ったよりもうまくならないし、かつ思ったよりも楽しくないという人に関しては、僕自身の経験から話をしていこうと思います。実は僕自身、これまで習慣化には失敗しまくっています。例えばドラムをやったり、ギターを買ったり、キーボードを買ったり、カホンを買ったり、シノブエを吹いたりしてきました。音楽以外にも、英語や筋トレなどは続かないことが多いです。これらすべてできたらかっこいいよねという理由で始めて、それ自体が好きではなかったということもあります。そしてイラストについてはやむを得ない事情でしたが、一度描けなくなったことがあります。続けるのが苦痛であるということに関しては、無理に続ける必要はないということを覚えておいてほしいと思います。イラスト業界は流れも激しいので、今第一線で活躍している人が急に辞めてしまうこともあります。もちろんまた描きたくなったら戻ってくればいいと思います。僕自身が一度イラストから離れて戻ってきて一番役に立ったと思うのは、1時間インプットによる習慣化と基礎体力のおかげでした。仮に数年後にはイラストをやめる予定ですという人がいれば、今回の上達法は全く役に立たないかもしれません。ですが絵を描くのが好きな人であれば、できるだけ長くイラストを描き続けたいと思っていると思います。長く描き続ける上では習慣化が、ブランクが空いてしまっても基礎体力がきっとあなたを助けてくれます。それでは最後に今回の動画の終わりの言葉です。焦らず着実に進もうということでした。1日1時間だけでも数年後には大きな差になっていることがあります。イラストを描き始めたばかりの方であれば楽しく描くのが一番ですが、少し伸び悩んできたという方は自分の絵を描く能力の基礎体力をつけてみるのをお勧めします。このチャンネルでは初心者からの独学でのイラスト上達に関連する情報を発信しています。質問や感想などがありましたらぜひコメント欄で教えてください。また高評価やチャンネル登録などいただけましたら幸いです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。